89式旋回機関銃は、第2本帝国陸軍の航空機関銃。本校では、その改良、派生型である、手4姿勢単銃心旋回機関銃2型についても、衝術する。89式旋回機関銃、手4ともに、福座、田崎が装備する伊て操作の自衛用、旋回機関銃として開発され、89式、 旋回機関銃は1930年代初中期、第4は1930年代後期から第二次世界大戦前期における帝国陸軍の主力旋回機関銃であった。1910年代、葬式の帝国陸軍航空部隊では旋回機関銃として、地上用の三年式機関銃を改造して用いていたが、これは不具合や発射速度の低さから満足のいくものではなかった。 そのため、陸軍造兵省東京交渉によって、国産軽機関銃である11年式軽機関銃の機構ベースに、使用弾薬を89式普通実法に変更して、開発されたものが本銃である。設計は、吉田里氏準陸軍少将、後に、薬室形状の改良を、同期に吉和陸軍中佐が言った。 1922年に11年式系機関銃の放熱装置を廃し、回転断層式とした、交互誘導式機関銃が試作されたが、未だ単層であったために発射速度が不十分であり、1925年に審査中止となった。続いて、フランスのダルヌ機関銃の審査を行い、機能は不十分であったが、総連式であるために発射速度は十分であり、 実用価値があると認められた。同年総連式であるお都合誘導式機関銃が試作され、多数の試験改良の後に1929年に89式旋回機関銃として仮制式制定が上申された。なお、本銃と同時期に採用されたビッカーズ系の89式固定機関銃とは全くの別物である。 89式旋回機関銃は11年式系機関銃を重心を外側にして横に倒しに銃を並列にしたような機構を持ち左右の銃は連動せずにそれぞれ独立している11年式系機関銃に由来する5発入りの相談士を用いた戦場の特殊な相談機構であった十九式戦艦機関銃は使用済みの相談士を薬局を受けではなく 直接従外に排出していたため、重爆撃機では飛散した相談士がプロペラを損傷したり、操縦者に当たったりすることがあった。また、高い発射速度を得るために送連としたため、大型かつ大重量となり、機上では大きな風圧を受け操作が困難であった。そのため、1932年に相談士が飛散しないように、相談士18個を連結した形状をした。 保団体を使用する溶断層を改良した89式旋回機関銃が、さらに単重心旋回機関銃である手1姿勢、単重心旋回機関銃及び手4姿勢単重心旋回機関銃2型が開発されることになった。89式旋回機関銃は主に満州事変、日中戦争初中期における主力旋回機関銃として使用された。 89式旋回機関銃を搭載した93層計など、手4姿勢単純新旋回機関銃2型は、不都合があった、常述の89式旋回機関銃の左銃をベースに改造、開発された旋回機関銃である。そのため、手4は、しばしば、89式旋回機関銃の単層型と誤って紹介されるが、89式、 旋回機関銃と手4は、設計が異なる、別の機関銃であり、89式旋回機関銃に、単装と装連があるとする説は誤りである。ただして4に89式からの名称が与えられた、可能性はある。球団方式は円盤型回転弾装を使用し、使用弾薬は89式旋回機関銃と同じ89式普通実砲。本銃の開発時には、 姿勢単重心旋回機関銃2型といった計画、試作名称が存在し、後には、さらに昇降系航空機関銃を意味する、手を冠する、手4の試作名称が付与された。一般に、本銃には、式旋回機関銃といった、正式名称はないとされるが、99式旋回機関銃及び89式旋回機関銃と、故障する当時の資料や、共犯も存在する。 また、機関部に89式と刻印されたものが、スミソニアン博物館等に現存している。テヨンは1930年代後期以降、従来の89式旋回機関銃に代わる、新型旋回機関銃として、日中戦争後期、ノモンハン事件、太平洋戦争における7.7ミリメートル吸収力旋回機関銃として使用された。なお、ほぼ同時期には、 ドイツのラインメタル MG15 のライセンス生産品である98式旋回機関銃が開発、採用されているが、これは少数生産、配備に止まっている。太平洋戦争中期には帝国陸軍主力固定機関砲である5 3 1式 12.7mm 固定機関砲を改造した新型旋回機関砲が登場し、97、 式銃爆撃機2型オツヤ99式、総発系爆撃機2型兵では一部銃座の手4を補103へ、感想、対戦後期投入の4式銃爆撃機、飛竜は、ほぼ2式 20mm 固定機関砲と補103のみを搭載している。手4を搭載した97式銃爆手4を搭載した99式軍、サダなど、ありがとうございます。